ヘンリック・ジガルスキは、ポーランドの数学者、暗号学者である。第二次世界大戦期に、ドイツのエニグマ暗号の解読に取り組んだ人物である。ジガルスキは1908年7月15日、ドイツ帝国ポーゼンで生まれた。1932年9月から、ワルシャワのサスキ宮殿にある、ポーランド参謀本部の暗号局に、民間の暗号学者として勤務した。彼は、 ポズナン大学の同窓生で暗号局の暗号学コースを修了したマリアン・レイエフスキー、イエジル・ジーツキーと一緒に働いていた。彼らは一緒にエニグマ暗号を解読する方法と装置を開発した。ジガルスキのシート1938年後半、ドイツの暗号化手順の複雑化に対応して、ジガルスキはエニグマの暗号鍵設定を見つけるための ジガルスキーのシートとも呼ばれた穴ーきシートを開発した。この方式はエニグマのプラグボードで使用されているプラグの接続数に依存しないものだった。1939年のポーランド消滅後はイギリスに亡命した。戦後もイギリスに泊まりサリー大学の数理統計学の講師として働いた。彼は生涯公務機密法により暗号解読における 過去の成果を話すことが禁じられていた。ジガルスキは1978年8月30日にイギリスリスで亡くなった。遺体は火葬され、ロンドンに埋葬された。ヘンリク・ジガルスキ亡くなる少し前にエニグマの解読に貢献したことを称えて、ロンドンのポーランド国外大学から名誉博士号を授与された。2000年2月21日。 ポーランドのアレクサンデル・クファシニエフスキ大統領は、祖国への多大な貢献を称えて、ポーランド復興勲章第十字勲章を授与した。2007年、ポズナン宮殿の前に、ドイツのエニグマ装置を復元し、エニグマ暗号を解読する方法を開発し、その後の第二次世界大戦での連合国の勝利に、貢献したレーエフスキ、ルジツキ、ジガルスキの記念碑が建てられた。2009年には、 ポーランド郵便が、レイエフスキ、ルジツキ、ジガルスキを描いた記念切手を発行した。2014年、世界で初めてエニグマ暗号を解読した功績を称えて、IEE は、レイエフスキ、ルジツキ、ジガルスキに IEE マイルストーンを授与した。2014年、ワルシャワのポーランド科学アカデミー数学研究所の前に、レイエフスキ、ルジツキ、 ジガルスキを称える名盤が設置された、ブレッチリーパークにおけるジガルスキのシートのデモ、ありがとうございます。